2020年度同志社大学全学部入試英語長文確問を解説したいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特定に結びつかない方向けに解説作成してますので一緒に勉強していきましょう確問を解説し始める前に英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します1つ目が英文を読まない考える2つ目が作者問題作成者の意図をくみ取る3つ目が英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて英語条文を取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることで正答率が向上する。それからそもそも英語を読まないので英単語、英文法の知識があまりない方でも英語条文で得点することができます。ポイント1つ目、英文を読まない考えるですが、 まあ皆さんね英語は読むものだろうという認識があると思うんですけども英文読んでると難しい英単語とか難しい表現で詳しくそこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れという経験ありますよねなので考えましょうということです考えるというのは因果関係とか多比関係を用いて英語長文本文の話の展開を累積するということをここで考えるというふうに言っています2つ目が作者問題作成者の意図を僕み取る英文読んでるとバットとかハイバとか逆説の跡って作者の主張が来やすいですよねそういうところって説問になりやすいんですよねなので 作者の主張をね、くみ取りましょうということです。 え3つ目が英文の中小から具体に進むと。第1段落の1文目って結構英単語が難しかったり、表現の中小度が高かったりして分からないこと多いですよね。で最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながら英文を読み進めるみたいなことあると思うんですけども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので、同じ段落で言えば後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。でそこを理解することができれば、同じ話が繰り返されているだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。そういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう。 攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら英文は読みませんので単語をピックアップしていきながらメインテーマを掴んでいきます。でここで言っている単語というのは別に難しい単語である必要はなくて皆さんの知っているレベルの単語で十分かなという,ふうに思います。それから話の展開を類推していくと。類推した話の内容が正しいかどうかを確認する。これがステップ3になります。だからまずメインテーマーを掴むと。で、メインテーマーを掴めた後は累推確認。ステップ2、ステップ3。これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画もこの公約手順も解説を行っていきます。では英語長文ームの方を見ていきますが、えー、英文はね先ほど言ったように読 読みませんので、単語をピックアップしていきながら、英語上部、ねえー、読んでいきます。で、えー、ピックアップすべき単語というのは、私マーキングしてますので、お友達の過去問がある方は同じ場所をマーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしてない英単語、黒文字の英単語というのは、マーキングね、黒、えー、文字英単語というのは、えー、と英単語の意味が分なからなず問題ないと思います。ここは、ね、読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもね、えー、マーキングしてる単語、ここを見て、ねえー、メインテーマをつかむ、それから話の展開の類想をやっていきましょうということになります。はい、では見ていきましょう。で、特に名詞、ね、新しく出てきた名詞とかね特にマーキングしていきたいですということになります。 で最初に出てくるのが、えー、オーギュストさんとルイさんですね、えー、登場人物2人、ね、ここはマーキングしておきたいですと。でこの2人が何がかをやったというと、カメラを、インベディタカメラね、ねカメラ発明してますということになりますね。はい、いいでしょう。 かでその後です、バッときますね、えー。ポイント2でやった通り、バッとの後っていうのは作者の主張がきやすいですから、こういうところ読み流しちゃダメですよということです。見ていくと、l ト t モ l ザ More Than Curious n o v e l t y 創、ね、作物よりも創作物、真、まあ、新しい創作物ではないということを言ってますね。はい、だから、まあ、そんなにカメラっていうのが、まあ、すごい発明じゃないというふうに彼らは思ってたと、過小評価してたわけですよね。 で、その後さらに見ていくと、シネマ is an invention, with not a future. はい、未来がない発明だと。シネマは未来がない発明だと言ってるんですけども、これはプラスですか、マイナスですかこれはマイナスですよね。だって、with not a future 未来がない発明って言ってるんですからね。だからここで青でマーキングしていますが、 ねえー、でもここも要は過小評価ですよね。えー、カメラと同じ、シネマというのもこの2人では、ね、過小評価しているということです。で次がディスプレデクションと来ますね、はい。この予測って言ってるんですよ。ディスが来ましたから、皆さん。 何,の何を指しているのかっていうのを一回ここ立ち止まって考えなきゃだめですよ。ザ、ねえー、とかディスとかザットとかジーとかイットとかね、指示語は何を指しているのかっていうのをちゃんと一回立ち止めて考えないといけないですよ。で指示語なんですが、当然もう英語長文本文の中にすでに出てきているからこのっていうふうに指すことができるわけですから、一個前に戻ればいいですよね。そうすると これがディスプレディクションですね。つまりシネマをにと、シネマの発明は別に未来がないということですね。これが、まあ、過小評価している、これが予測だったわけなんですが、それがサイエンティフィックミスキャルクレーションで誤算だったって言ってるってことは、本当はどうだったんですかシネマが。シネマの発明は本当は未来が。 あるものだったんですよね。ここ、ステップ、ポイント1であるステップ2ですよ。話の展開の類推になりますよ。いいですかここ未来のあるものって、だから、シネマの発明っていうのは価値のあるものだったわけですよ。 だってそうじゃないですか。今、現実に考えて皆さん映画見に行きますよね。映画普通にありますよね。ってことは価値のある発明だったし、未来のある発明だったじゃないですか。まあ、これは常識的に考えてもあると。こういう話になりますけれども、いいでしょうか。で、その後ね、A がありますね。A unprecedented form of art and entertainment that radically i n f l u e n c e popular culture. ほら、ポピュラーカルチャーね。これでステップ3ですよね。話の展開が正しかったかどうかを 確認できましたよね。要は、ポピュラーカルチャーにインフルエンスするがらいシネマっていうのは、要は、価値のある発明だったんですね。未来のある発明だったわけですよね。いいですかはい。で、え説、ー、問ですね。えンプレシ r アンプレ e d ね、プレ e c ね、先行するって、このまあ単語を知ってる人はね、すぐ解けると思うんですけれども、まあそれがもし知らなかったとしても、ね、えぇ、ー、今、ね、発明した、クリエイトしたもの、 ね、シブリングペア、ね、このルイス、ルイさんとオーギストさんが発明したもの、開発したもの、クリエイトしたものっていうのは、シネマっていう要は、もう、なんていうの、先、えっ、ー、と、なんていうのね、先行的な発明ですよね。えー、今現在にはない発明ですよね。まあ、発明だから当たり前か。あーですよね。だから、まあ、先行したとかいう意味なんじゃないかなっていうことは、これわかりますよね。はい。なので、ここは、A は コンプリティッドニューですよね新しいものを彼らはクリエーションしたつまりインベーション発明したってことですかね発明したってことは新しいものを作ってるわけですよはいということですこれ一番が正解ですということになります、えー、それから次の段落いきましょう 1870年になりますね。r e m o v e his family.Family、ねえー、家族で、えー、引っ越ししてますね。B の説もこれもいいですね。ハザードの危険、ね。これは誰でも知ってるでしょうとういうことです。説明を、ねえー、自分で見ておいてください。えー、The City of Lyon、ね、リオンという町に、えー、家族で引っ越し,してますと。 で、ビジネスインフォトグラフィックプレート,、ねフォトラ。フォトグラフィックプレート。まあ、よくわかんないですなんか写真のプレートをおーなんか作る、まあ、ビジネスをしていたと。おそれで、まあ、お金も起きていたということですね。で、えー、interested in the photographic p l a n t s That's、uh, the further manufacturer と言ってますね。でまあ、お父さんが、ね、そういう、ね、仕事をやってたということですね。で、それに、えー、オーギュストさんと、まあえー、ルイさんっていうのも、まあ、興味を持ちましたよということですね。 えー、まあ、そうでしょうね。だって彼らね、えー、カメラね、この後発明するわけですからね、まあ、興味持つはずでしょうとういうことですよね。まあ、これは当たり前の話だとういうことで、次の段落いきましょう。A new type of dry photographic plate。はい、フォトグラフィックプレートにもなんか種類が出てきましたよとういうことですね。で、次見ていきましょう。Unlike previous wet photographic plate。はい、ウェットバージョンも出てきたと。ここ、対比が起きてますよね。いいですよね。Dry と Wet で、これ、 対比が起きてますよということです。で、えー、ドラインすることで何が、ね、良くなったか、改善したかというと、not needed to develop the immediately, それから the photographer to travel further from his dark room って言ってますね。えー、まず、developed immediately の方は、まあ、写真をディベロップするんですが、まあ、写真をまあするって感じですかね。えー、焼き増しするうみたいな。 ことですかねそういうことも別にすぐに、ね、やる必要がなくなったと、ベッドからドライになったことにすぐやる必要がなくなったとこういうこと。それから えーまあ、本来、ね、昔のプリビ v i o u ッ w フォトグラフィックプレートの方はダークルームでねおそらく、まあ、暗室とかで写真っていうのは、まあ、撮られてたりしてたわけです。まあ、撮られるとか、まあ、製造されてる、ねえー、わけですけれども、えー、ドライフォトグラフィックプレートになったことによってトラベルファザーって言ってますからだからま a r k r o o を抜け出して、まあ、いろんなところで、まあ、我々がスマホで写真撮るのと同じで、まあ、いろんなところでね写真撮れるようになったということを言ってるだけでしょうということですね。でその後 C ですね、えー、インプロ インプルーバーいいですよね。向上するんで、はいね、えー、the dry plate って言ってますね。the dry plate をさらに向上する、まあ、さらにこう、えー、改善したあという意味でしょうから、これ C はもういいですよね、えー。そうすると C は4番がこれ正解ですとういうことになります。いいでしょうか。はい、で次いきましょう。ええー、そうですね。ブループレートね。だからドライプレートを改善して、インプルーブして、ブループレートっていうのをこの ね、生産したということを言ってますとで。ブループレートはどんなものかというと、オープニング・あニュー・ア・ファクトリー。あ、オープニング・ニュー・アファクトーあオープニングニューファクトーブループレートを生産して、まあ、そ,れをそれによってね、まあ、儲かったんですかね。はい、新しい工場をまあ建てたということですね。で、えー、それっていうのがヨーロッパス・ラージスト・フォトグラフィック・ファクトリーね、最も多い写真あ、最も大きい写真の工場になったということで、えー、ランニングはこれは、するでしょ、ね、工場を経営したということですから、D は、えー、どれになるかというと、 マネージングですね。マネージメント3番が正解ですということになります。はい。じゃあ次の段落いきましょう。えー、1894年に入っていきます。パレスエクシビション。なんか展示会をやってますねということですで。そこでフィルムビューイングデバイスっていうのが展示されてましたとういうことです。フィルムビューイングデバイスなんで、これ何ですかフィルム。ねさっきシネマとか出てきたんで、ここでまあ、 関連づけてね、ピンときてほしいですね。昔って映画ってなんかこうフィルムでなんかこう手で巻いたりとかしてやってたわけじゃないですか。ね。えー、なのでそういうまあ、あまあ映画館の,その投影、えー、するのに使うそのデバイス的なものでしょうね、機械。えね。それをフィルムビューニングデバイスと言ってるんでしょう。で、えー、それっていうのが、r e f e r r Y ですけど、これいいですよね。もうリファーってきたらリファー r ーですよね。 えこれ全知ねの問題ですけども、これ4番がね Y 入ってくるということ、これはね皆さんでも知ってるんじゃないですかといということですよく見ますよね。その後、Y の後が As a first movie projector。はい、ムービープロジェクターって言ってくれてますね。だから、フィルムビューイングデバイスが何なのかっていうのがさっきねわかんなかったとしても、ここで As a first movie projector って言ってるんで、プロジェクターって言ってるんで、ここでもわかるでしょうと。 ということですね。はい。で、はイバしかしながらなってきましたね。はい。ポイントにですね。逆説の後は大切ですよ。作者の主張が聞きやすいですよということです。えーキネオえー、キネオトスコープっていうんですかね。はい。えー、というのがありますと。キネ、キネトスコープか。キネトスコープ。はい。えー、それっていうのが、only one person at a time だと。 つまり同時に一人しか見れないということですね。これは困ったもんですね。一、はい、人しか見れないと。だから今映画館みたいね何十人何百人っていうふうに見れるわけじゃ昔はなかったということですね。で、えー、その後ですね。The individual viewer had to watch through the people って言ってるんで、これをは,はだからなんかこう穴を見るわけですよね。穴をこう見る、ウォッチスロって言穴を見ることによって、えー、その ね写真なりっていうのがね画像なり動画なりっていうのがまあ見れたあーっていうことでしょムービーが見れたっていうことでしょうねはいだからまあ逆に言うと一人しか見れないわけですよね穴は一つしかないからアピーフォルダールとあって言ってるんでね穴は一つしかないから一人しか見えないっていことですよねはいで、えー、これをおどうしたかっていうと言いたいのはポスベットディベロップはデバイスっていません、ね、はいだからデバイスは もっとディベロップ発達させることができるんじゃないかっていうふうに考えたわけですね。で、発達させたらどうなりますかどう,どういうふうな形にしますかこれはポイント1であり、ステップ2ですよ。話の展開の類推です。ディベロップした先の形っていうのはどうするんですかこれおそらく、だから今までは一人しか見えなかったものを、 複数人で、ね、見えるようにするんじゃないか、そういう風に発展させるんじゃないかっていうことをここで話の展開累類推してほしいんですよということです。いいでしょうか。はいえー、その次見ていくと、スクリーンフォアンオーディエンス。聴衆群衆になってスクリーンを見るということを言ってますね。やっぱ やっぱりそうだと、ここでステップ3ですよ。確認することができるんです。で、類推確認、ステップ2、ステップ3、これの繰り返しだと、さっきね、言った通り、こういうことになりますということですね。いいでしょうか。はい。で、Z か、Z の質問もあった。あ、あとか、あか。まず、あの質問ですね。あの質問はいいですよね。もうさっき言った通りですね。だから、1人しか見ることができなかったわけですから、これは、あは、何番かっていうと、 4番ですよね。フレームショーン n by the kinetoscope、えー、could be viewed by no more than one individual at one time. これですよね。だからあ、1人以上は見ることができなかったということです。これ4番が正解ですということです、えー。それから Z ですね。ワンダ d e r の跡がありますけれども、これは Z に入るのは何かっていうと、 こ要は、ね、ディベロッパーデバイス発展させるに1人しか見えないって言ってるけどそれを要は発展させるもっと発達させる、ね、改良の余地があるんじゃないかって思って改良したわけですよね。いいですか、はい、ということです。 はいで、この後ね、次の段落いきましょうね。サクシードって言ってますね。はい。改良に成功してますね。だから改良に成功したってことは、オーディエンスが、つまり、1人じゃなくて、複数人で、えー、同時視聴することができるようになったわけですね。いいでしょうか。はい。このサクシードだけでも、それがわかりますよね、皆さん。ここ、ポイントあ、ポイントじゃないよ。ステップ3ですよね。 話の展開の、類推した話の展開が正しいかどうかの確認ですよということになります。いいでしょうか。はい。それから E ですね。えー、パテント。これはもうね、単語知ってるか知っていないから問題ですね。えー、ターゲット1900にも出てくると思います。これは特許を取ったっていうことですから、あーどれになるかというと、E は1番ですね、えー。コピーライフね。著作権を持ったということです。ということ。はい。えー、次ですね。で、この辺はもういいかな。 えーとこの辺ず次のパテントの以降って難しいと思うんですよね。なんか、<laughs> デバイスですよね。だから開発したそのデバイスのなんか説明が、なんか 35mm のワイルドフェルムとかね、説明があるんですこの辺難しいですよね。ちょっと私もね、わかりにくいなと思いますね。はい。なんか中途感も出てきますね。ハンドルを回して動かすみたいなのが出てきますけど、まあ昔の映画ってなんかハンドルをこう回して、 えー要はそのフィルムが入れ替わって回転してみたいな、それがだから要は画像が映像になってみたいな,な、そういう形ですよね。そういうことはん,んとなく言ってるんじゃないかなぐらいでもいいと思いますね、この辺は,は。読む必要ないと思います。難しいんで。 えー映画に別に詳しい人はいいですけどもね、私たちみたいになんか詳しくない人はあんまよくわかんないですね、昔の映画詳しくない人は。はい、ということです。で、その次ですね、マーキングしてるところは見てほしいかなと思っていて、もうスローイザンザ y t h a トスクワ k プスって言ってますね。開発したのが、その前にあるのか、シネマトグラフというのかな、あーシネマートグラフね、シネマトグラフっていうのが、 あ新しく開発したものですよね。この兄弟かなこの兄弟がオーギュストさんとルイさんが開発したものですね。つまり、聴衆が見えるオーディエンスが同時視聴することができるのがシネマトグラフで、えー、過去にあったのが、要は1人しか見えなかったのがキーネートスコープっていう、既に出てきてるものですよね。はい、でそれよりも要はモアスローウィーって言ってるんですね。なので要は 遅いんですよね。なんか遅いとういうことを言っていて、それによって、クリエイティングがクワイターマシンって言ってるんです。まあ、静かな、機械がだから、静かに回るか、あ静か遅く回るから、音があんま出ないみたいなね、えことを言ってると、うん、まあ、なんとなくわかなそうなんだぐらいでいいんじゃないですかね。はい。で次いくと、次、えー、グッド。ムーブもフロディエトリーって言ってますね。はい。動きがどうなんですか映像の動きは当然だって、キネマトスコープからシネマトグラフになることによって、 性能はどうなんですか下がってるの向上してるのこれ向上してるわけですよね。っていうことは動きはどうなんですか荒くなるんですか滑らかになるんですか滑らかになりますよね。向上してるんです。ま F、そういうことです滑らかになるっていうことですよね。だからこれも単 知っている必要ないんですよねちゃんと今みたいに考えることができれば、ねえー、問題ないということですけども F はそうするとどれになるかというとスムーススリーですねスムーズになった滑らかになって4番が正解ですということですだから英文これに、ね、読んでるから皆さん分からなくなるんですよでちゃんと今みたいに考えれば何とない、ね、なんともない問題だということですね、えー、いうことです、はいえー、で次見ていくと Writer&Portable、ね、さらにメリットがあるわけですよね えーまあ、軽くなったと。まあ、軽くなったから当然持ち運び可能みたいなことを言ってるということですね。で、えー、ここね矢印入れてますけれども、はい、キネトスコープっていうのがそうするとどうなんですかここ、ポイント2ですあ、ポイント2じゃない。ステップ2ですよ。話の展開の類推ですよ。だから、軽くなったのはシネマトグラフなんでしょ新しく作った方ですよね。っていうことは逆に考えると、キネトスコープの方は、 重かったわけですよね。持ち運びもできなかったわけですよね。そこ、皆さんいいですか、ね、いいですかはい。だから、このバルクですよ。ですけど、G は、キレトスコープの方は、重いわけですよね。重いわけですよ。だから、えー、G ですけれども、どれかというと、これは3番ですよね。 まっすぐです。体積を非常に傘を取るわけですよ。ということをこれ言ってるわけですね。えーまあ、コストとか、ね、パワーとかね、えー、フラグリティと、ね、違いますよ、連別で。コストの話してないですしね。一回も今までなんかコストがかかるとかかからないとか、そんな話だって英語長文本部の中に出てきてないじゃないですか、ね。パワー、力があるとか力がないとか、そんな話もしてないですしね。えー、壊れやすいとか壊れにくいとか、そういう話もしてないですしね。はい、ねここそういうことです。いいですかということです。 はい、えー。で、その後かな。まあ、ここら辺はいいのかな。オンリービアショートインスタリオ。うん。えっ、ー、と、フリーダのまあ、そうですね。同じ話です。なんか持ち運びできるようになったっていうね。このライダーアンドポータブルをずっとね、言ってるだけですよね。ということです。はい。いいでしょうか。で次の段ンナ行きましょう。えっ、ー、と、ワールドファーストパブリックムービースクリーン。ね。なんか、これは映画祭、映画祭、上映会みたいなのがね。 えー、あったのかな世界で初めての上映祭みたいなのがあったということを言ってますと。で、そこで、Workstreaming the Romeo Factory っていうね、なんか工場ですかね、はい、工場の、えー、と労働者かな、労働者なんか映したものを、まあ、映画として上映していたということです。はい、で、w ー l d Today ってきましたね、ここ大事ですよ、Wild ね、はい。今日のいはその映画っていうのは中でもありますけれども、 面白みのない、非常にまあ面白みのない映画だったと。まあそうでしょうね。なんか工場にある労働者を映したね映画って面白いですかって言ったらまあ面白くはないでしょうね。ただしかしですこれ today なんですよね。wild today ですが、今日においてはつまらなかった。一方で、過去においては面白かった。興味深かったってことですよね。ここ wild today からポイント2です。あ,あ、ポイント2、ステップ2です。 話の展開の類推をしましょうということですね。皆さんここできたでしょうか。はい。そういうふうに見ていくと、あとはステップさんですね。話の内容の確認ですけれども、クリエイティブはセンセーションって書いてあるじゃないですか。興味深いわけですよね。はい。で、人がまたジョージさんという人が出てきてますけど、ここも中である通おり、あ、えっ、ー、けに取られてますね。つまりセンセーションを受けたわけですよね。 で、次もサプライズとあるから、ね、センセーションを受けたわけですよね。これもう同じ話の繰り返しですね。はい、あ、いいでしょうか。えー、ポイント3でやったじゃないですか。英文っていうのは抽象から具体に同じ話の繰り返しなんですよ。もうあとずっとクリエイティセンセーションをずーっと繰り返してるだけです。この後。ね。だから英文読む必要ないんです。ね、こういうとこ速読していきましょうということになります。 で、えっ、ー、と、いの質問か。セントえビューワーズ・ランニング・アウェイ・インターねえまあ、恐ろしすぎて、えー、ランニング・アウェイ・で逃げ出しちゃったということですね。えー、言ってますけれども、なんで逃げ出したんですか、これ。これ考えてください。英文読まなくても分かりますよ。考えてください。今までの話の流れ、文脈からで考えてください。だって、 これつまり要はセンセーションを受けたからでしょそれぐらいセンセーションを受けるものでそれぐらい要はリアルだったからですよね思ってたよりもだからランニングアウェイしたわけでしょそうするとイはどれになるかというとこれは2番ですよねテレファイドオーディエンスとマッチザイファルドプロームスクリーンということですよねはいいいでしょうかはい、えー 今ででいいです、ね、次の段落いきましょう。1896年に移っていきます。オープン・シネマ・グラフ・シアターね。シアターをこれ映画館で開きましたね。はいということです。で40フィルム以上と言ってるんで、もう映画の本数、まあ、種類っていうのも40本以上ねありますよと、上映してますよということです。で、まあ、その後ね、ねその映画具体的にどういう映画なのかみたいな説明ありますけど、まあ、この辺はね、もう 読み飛ばしていいと思いますよ <laughs>。はい。ということです。まあ中にも書いてありますけど、という感じです。で、大事なのはそこじゃないですね。えー、the subject of, he、uh, of the, the world's first documentary、ねえーまあ、世界で最初になんかドキュメンタリー映画的なものも上映しましたということを言ってますと。その後ですね、えー、H の問題がありますね。トランプレありますけれども、H ですね。 えー、これは1895年間、ローカルゲス t トランペティ。We have already recorded and reproduced spoken verse.We can now record and play back life. そう,ですよ、ね、そうですよね。今までというのはなんかね、reproduced spoken verse ね、レコードするだけでしたけど、今は new and record and play back life ね。だから、その映画っていうものを作ることによって、 過去を要は振り返る、映像で振り返ることができたわけですよ。映像がない時代って振り返ることができないですよね。映像ができたから振り返ることができるわけですよね。はい、で、その後、ウードセスもありますね。They are g o n e s we will be able to see our family again, again long after they are gone. つまり、これは 死んじゃった家族も見直すことが、プレイバックすることができますよ、アゲインすることができますよということですよね。いいですかこのアゲインとプレイバックね、ねこれ同じような意味が繰り返されてますね。 はいといととうことです英文ね、ポイント3ですよ。英文は象から具体に同じ話の繰り返しなんですよ。同じ話が繰り返されるっていうことは、同じような表現も繰り返される。ね、こういうふうにプレイバックとアゲインね、えー。ということです。いいでしょうか。なので、うの説問はこれ解けますね。どれになるでしょうか。うはこれ1番ですよね。 えー、パスダーウェイに、ね、死んじゃいましたということです。はい、いいでしょうか。あそれから H か、さっき H の質問もやってなかったですけれども、まあ、これが要は、まあ、広まったわけですよね。はい。えー、まあ、広まって、まあ、みんながね、えーと、見るようになったと、ね、映画っていうのは当たり前、まあ、今の世界みたいな当たり前になったということですから、この H はどれになるかっていうと、あ、H がね、すいません、私書いてなかったか。説問すいません、抜けてますけれども、H は、 あこれは4番の正解ですね。えー、皆さんね、お手元に過去問がある方は確認しておいてくださいという形です。はい。えー、っと、どこでしたかね1か。はい。えー、で、その次か。えー、preserve the it.、えー、とここら辺もいいかな。えー、not only か。う、え、のー、次ですね。in ィールからですね。 えー、インディードの後ですけど、not only but also の形これ出てきてますね。まあ、but also は書いてないんですけど、not only ね、えー、書いてあります。not only but also ってどっちの方が大切なんでしたっけどっちの方をちゃんと見なきゃいけないんですか ?but also 以降ですね。not only の方はどうでもいいんですよ。どうでもいいんです。But バット・オールソンの方に作者の主張とかが書か,かりやすいんで、ね、バット・オールソンの方を見なきゃいけない。今回はコロンですね、になってますけど、プレザーブで言って、つまり、えー、と過去、ノット・オンリー・イっていうのは、えーと、そのシネマか、あシネマとか、まあ、カメラ作ることによって、えーまあ、カルチャーチェンジングね、ね文化を変えました。まあ,そうですよあと、ニュー・フォトグラフィック・プロセスね、えーまあ、そういう、まあ、革命をね えー、イノベーションを、ね、起こしたわけじゃないですか、これまでね。イノベーションを起こしてましたけれども、そこじゃないんですよ。ね、作者の言いたいとか、そこじゃないと言ってますね。ノットオ n l なんで。そこじゃなくて、preserve を保管したことを言ってると。データを保管できたことを言ってるということを言ってますね。でそれによって、train c a m e ラ a operator ーー to use the invention and then travel all over the world ね。えー、まあ、新しい技術を、ね、開発してましたよね。 えっと、なんでしたっけ、えっ、ー、とーシネ、えー、シネマトグラフか、シネマトグラフですね。シネマトグラフって新しい技術を開発したんですが、まあ、それをね、当然使いこなせなければ意味がないですから、ねえー、カメラオペレーターをトレーニングしてますし、えー、それに、まあ、持ち運びもね、簡単になったっていうね、ことを言ってましたよね。えっ、ー、と、ライト、それからポータブルってね、単語出てきてましたけれども、だからトラベルオー,ルオーバーザブロール、ね、世界中ね旅することができると。で、世界中の当然、 ね、映像を残すことができるわけですよね。Record their own f o o t g e of local events、ね。世界中のありとあらゆることを記録する、プリザーブすることができる。これがでかいんだというのが作者の主張なわけですよ。ここ、皆さんいいですか ね、not ンリーバトル t とても大切ですから、ちゃんとね、ノット o n l 以降はどうでもいいと、バトル t l 以降が大切です。これちゃんと認識するようにしておいてください。えー、ということです。並び替えの説明にありますけど、ここがね、皆さんで、ね、文法の問題なんで、知ってるか知ってないかだけなんで、あとはやっておいてください。えー、最後の段落いきましょう。はい、えー、シネマグループポピュラーね。 えーシネマの方はまあおかげさまで人気が出ましたと。で、ここの段落で言いたいのはニュープロジェクト。はい、新しいワードが出てきました。ニュープロジェクト。ここをマーキングしておきたいです。はい。ニュープロジェクト今度またやり始めると。だからカメラでもない、シネマでもない。また新しいことでやると言ってます。じゃあ新しいことって何なんだって話がこの後。 具体化されるわけですよ。英文というのはポイント3でやった通り、抽象から具体に同じ話の繰り返しなんです。だから、このニュープロジェクトというのは抽象的ですから、この後必ずニュープロジェクトがじゃ具体的に何がニュープロジェクトなのかというのを具体化されるので、そこをちゃんと見ていきたいです。そうすると、カラーフォトグラフ、つまりカラー化するわけですね。今までは白黒だったわけですよ。それをカラー化すると。 ということそれをやると言ってますね。で、えー、と、あれか。But the process of creating it was complicated. その前からカラーフォトグラフィー did exist. あカラーフォトグラフィー自体はもうすでにあったと。しかしながらそれっていうのが非常に複雑で、なんかもう処理にも時間がかかると。だから、このオーギュストさんとルイさんはどうしたんですか まあその複雑化を要は取り除いて、時間、処理時間でのまあ短縮しようと、おそらくしてますよね。 ここもまあ軽く話の展開を流出しておきたいですね。えー、ということです、まあ、次、ソリューションってありますけれども、まあ、解決策を、ね、見つけて、e、Effect on the Emerging Fair と言っていますね。はいまあ、まあなんか効果的な,、ね、なんか方法をおそらく見つけたんでしょうからね。注、はいまあ、略されているんで、まあ、結果がどうだったか、この、ね、英語長文ではわからないですけれども、という感じです。で A ですね。We、はい、will up the name と言ってますね。はい、何言ってるんのだって感じですね <laughs>、えー。次見ていきましょう。おまあ、配布以降コンで、ね、具体化されています。 はい、えっ、ー、と、ロミア means l i g h t in f r e n c h ね。光っていうことをね、えー、意味すると。フランス語で光ってことを意味すると。で、えー、彼らっていうのは、まあ、人々の、ね、人生に。イルミネーティングしたと言ってますね。光を当てたと。はい、なんかうまいこと言ってますね。えー、ということです。はい、で、ア、ええ、アーチェーブザプラスって言ってますね。ええ、キャプチャーズアンスイン、あの、クリエイティッド、ええ、フレームマークス、アン、アドディエンス、アールライクって言ってますね。 はい、ということで、なので、A は、ね、これ、うまあ、いこと言ってますよね。なんかまあまあ、写真とかも、まあ、シネマとかも光を用いる、まあ、そういう意味での光でもあるし、イルミディエティング・ライフって言ってるんで、まあ、人々の生活を、ね、光で照らすようなあ、まあ、存在であったと。まあ、シネマとカメラの発明というのはそういうものであったとこういうこと、まあ、そういう意味も込められているんでしょうとこういうこと。ここはちょっとね 考える必要がありますよね。だから英文読んでるとわからないんです。ちょっとここは考えましょうということです。そうすると、どれになるかというと、これは4番ですよね。レベ <music> ル e l lives, Rossi of t h 名前に劣らないね。えーまあ 価値を彼らは生み出したということで、人生において価値をね、えー、生み出したということ。これ4番が正解でしょうということです。はい、えー、それから最後ね、愛かアチーブね、アチーブ。もうこれもね、まあ、ね単語してる人はね簡単に解けるのかなと思うんですけれども、愛はどれになるかというと、Saved Records。3番が正解ですよね。そうじゃないです。だって今までカメラとかシネマって、要は、ね、作者のさっきの主張ではな、ね、いですけど、p r e s e r v e 記録を保管、保持することができるようになったことが非常に重要なことなんでしょう、ね、彼らのまあ偉業なわけですよね。そういうふうに作者さっき主張してたじゃないですか。not only but also のところですよ。だからあそこでちゃんと見ておく、ね。作者の主張が何なのかってちゃんと捉えておくことが大切なんですよ。はい、ね。これ3番が正解ですということです。いいでしょうか。はい。問題は以上かな。A、B、C、やりました。最後、E のところね、見ていきましょう。 本文内容1です。1番から見ていきましょうか。はい。えー、見ていきましょう。シネマグラフは、レトロロング・ターム・インパクト。はい。これもう違いますよね、この時点で、ね。インパクトがほとんどないって言ってますけど、あったんでしょう。もうめちゃめちゃありましたよね、これ。もう1番、この時点で間違いですと。2番、見ていきましょう。The l u m i e r e brothers were unwilling to take over the business from the father.、ね、お父さんが、えー、なんか写真関係のね、仕事やってましたけど、それに、 彼らは興味を持ったからまあカメラの発明もできたしシネマの発明もできたわけですよね。これ、アンウィリングじゃなくて、ウィリングでしょ。ね。いとわなかったわけでしょ。ね。アンウィリングだともう嫌っちゃってますけどね。お父さんの仕事嫌だみたいな。それじゃね、今、多分写真。 じゃないカメラね発明できてないですよねそういう気持ちじゃねはいね彼らはもう好き好んで興味を持ったわけですよねということですがこれも正え不正解ということを三番見ていきましょう、uh huh. the photographic p いいですね was so successfully complicated、uh, that a ruby red factory on the edge of ねこれは合ってますねはいその通りですということです。 えー、4番見ていきましょう。The movement of the c i n e m a g r a p h based on the principle of the s e i l i n g machine mechanism、えーえー、used electric power、uh, from the beginning って言ってますけど、これもどうですかこれは言われてないですね。こんなこと言われてないですと。こういうことです、ね。エレクトリックパワーって言ってますけれども、ねえーそ、そんなこと言ってないですよね。ということです。はい。いいでしょうか。 あーと5番えー見ていきましょう、えー、シ,ネマシネマトグラフか、そうですよね、持ち運びできるようになってましたね、進化させたんですよね、キネトスコープっていうのが昔の 9番の古いバージョンですよね。それを新しくしてシネマトグラフというのが、あこの、ねえー、兄弟が開発したわけですけれども、これ合ってますよねということです。5番は正解です。6番見ていきましょう。Uh, which films works?Living、uh, their own factory left、uh, George Marks, a well-known、uh, magician and the theater、uh, director feeling lost for us. これも合ってますよね えー、まさに、えー、このジョージさんっていうのが映画を見て、もう驚いてましたよね。素晴らしいと。ねそれを、まあえー、サプライディングとかね、言う英語長文、本文の方では言い方してましたけども、ここでフェーリング・ロスト・フォー・ワーズというふうに言い換えられてね、別の表現に言い換えられているだけですということです。はい、7番見ていきましょうか。あまあ これも正解決まったのか。356ね。356は正解ですということですね。はい。もう分かったのでいいかなと。7番、8番自分の方で見ておいてください。 はい、以上になります。今回使用した過去問に関してはパスナビ大学受験の方では無料でダウンロードすることができますが、もう一度ね、真っ新まさらな過去を自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あの勉強というのは単の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるようにもう一度ね、自分だけで確認してみてください。それから他の大学の過去問に関しても再生リストの方に大学別にまとめてます。もしよろしければそちらもご覧ください。ははい、それでは以上になります。お疲れ